きな異性との話が盛り上がらないと思ってるそこのあなた、いくらお相手と話してもいくら相手のことを調べてもなかなか盛り上がる話題が見つからない。それは皆さんが悪いわけじゃなくて話す順番を間違えているからですよ。今日ご紹介するのは心が動かされるほど盛り上がる話題を見つけることができるスーパーテクニック、名付けて恋の成分表示理論。それでは早速行ってみよう。学校で出会った人との会話が弾まない、婚活で出会った人と何話したらいいか分かんない、そんな悩みを持つあなた、今日は超簡単にめちゃめちゃ盛り上がる話題を発見する方法をお伝えします。めちゃめちゃ簡単でお得な内容なんで、ぜひ最後まで見ていってくださいね。ということでモテキを作れるアラノです。今日お伝えする内容はめちゃくちゃ簡単。食べ物を買ったりサプリメントを買ったりとか飲み物を買った時、裏側に成分表示ってあるじゃないですか。砂糖類、クエン酸、乳糖、セルロース、いろいろ書いてるわけですよね。この成分表示っていうのは実は含有量が多い順に並んでるんですよ。なんでこんな成分表示の話を出したかというと、恋愛においても好きな人との会話の中で相手がたくさん話す内容とちょっとしか話さない内容っていうのを順番で分かれていくんですよね。でね、得てして大事な成分っていうのは後ろの方にちょろって書いてるんですよ。こんな添加物入ってるんだなーって注意したりとか、ちょっとしか入ってないけどめちゃくちゃ効果がある成分だったりとか、重要なものっていうのはね、後ろの方にちょっとだけ含まれてたりするんですよ。これは恋愛においても全く同じなんですよ。この人って仕事の話ばっかりするな、その次に自分の趣味の話めっちゃするな、さらにその次に最近体調悪いんだよねみたいな話をしているとか、そういう人にはね、仕事の話で盛り上げるよりも、あれ最近ちょっと体調悪いんですかとか、あんまり言葉には出さないけど大事なポイントなんだろうなこの人にとってはっていう話題があったりするんですよ。一見仕事の話ばっかりする人なんだったら仕事の話が盛り上がりやすいんじゃないかなと思うかもしれないですよね。でも実はそれ合ってるようで間違えてるんですよね。自分も仕事をしていて相手も仕事をしていたら、もちろん仕事の話っていうのは共通になるから盛り上がりやすいですよね。ただこれって多くの人とこの話をしまくってるんですよ。けどね、最近体調ちょっと良くないんだよねみたいなポロって出た話っていうのをちゃんと拾って、最近寝不足なんですか、最近早めに帰ったりしてますよね、どうしたんですかみたいな話をすると、いや実はねって話が出てきたりとかするんですよ。簡単に話が合う内容だったらたくさん話していることっていうのを取り上げるといいんですけども、心を通わせるような会話がしたいんだったら、あまり話していないポロッと出てきたみたいな話題を完全に拾い上げるっていう行為がおすすめなんですよね。マッチングアプリとか結婚相談所とか、あらかじめお相手のプロフィールが見えますっていうような状態だったら趣味欄をぜひ見てもらいたいんですよ。そうするとね、国内旅行、カフェ巡り、ライブって書いてたりするんですよ。絶対お前ライブ好きやんってなるじゃないですか。海外旅行、温泉地巡り、稲川淳二の怖い話、いや絶対怖い話盛り上がるやん。こんな分かりやすいケースじゃなかったとしても、食べ歩き、カフェ巡り、セルフネイルとかね、ほとんどの場合が後ろの方に書いてある項目の方が話は盛り上がったりするんですよ。最近セルフネイルハマってるんですか、すごい綺麗にできてますね、右手も自分で塗ったんですか、すごい綺麗ですねみたいな話をするとやっぱ盛り上がりやすいんですよ。プロフィールとか相手の話している内容、相手が書いてる内容の成分を多い順に頭の中で並べてみて、その少ないものを話題としてピックアップしてあげてください。女の人だったらセルフネイルとか、男の人だったら筋トレとかね、最近筋トレやってます、やっぱそうだよね、すごい体型肩幅とかがっしりしてるなと思ってたんだよとかって言ってあげると嬉しいんですよ。だってこだわってやってんだから。このように自分がこれから会う人とか好きな人っていうのがよく話してる内容から順番に並べてみる。プロフィールがある出会いをしているんだったら書かれている順番に並べてみる。でその中で後ろの方にある項目っていうのがそのお相手と心を通わせるように盛り上がる話題だったりするんですよ。他の人はありきたりの話だけで終わっちゃったけど、この人とは結構通ずる話ができたな、自分の深い部分の話を聞いてくれたなみたいな、他の人よりも一段深い話ができる確率がバーン上がるんですよ。僕はありとあらゆるマッチングアプリで女性からのいいね獲得数1位を取ったんですよね。1ヶ月間の間に1万いいね以上いただいて、その中で100人ぐらいと会いました。それでも僕は100人全員と話盛り上げたんですよね。それはあらかじめお相手の興味関心事っていうのを成分表示のようにまとめて下の方にあるものから話したからなんですよ。例えば最初の例に出した旅行、カフェ、ライブという風に書いてある人がいたとします。そしたら普通の人は上から順番に話すんですよ。旅行好きなんですよね、どういうところに行くんですか、たまに北海道とか行くんですよね、あーいいところですね、カフェ巡りも好きなんですよね、あそうなんですよね、新しくできたカフェとかだったら結構行ったりします、あでライブも行くとかって書いてますけど、あそうなんですよ、私何々っていうアーティストのライブすごい好きなんですよね、へーそうなんですね、知らなかったっす、旅行って他にどこ行ったりするんですかみたいな話になって、ありきたりなトークになっちゃうんですよ。けどねこれ逆から行くとどれだけ違うかっていうと、えなんかライブが好きって書いてありますけども、どういうライブ行くんですか、いや私これこれっていうアーティストのライブめっちゃ好きなんですよね、そうなんですか、なんかライブが好きっていう感じちょイメージと違ってて新鮮です、えライブ中ってわーって盛り上がったりするんですか、あそうですねします、そうなんですね、なんか僕すごい盛り上がるのとか苦手で、そういうのができる人めっちゃ尊敬してるんですよねみたいな話をしてから、カフェも好きってことですけど、そのライブ仲間と行ったりするんですか、そうなんですよ、やっぱり普段から仲いいんですよねその子たちって、趣味が合うと普段から遊びたくなっちゃいますよね、やっぱそうですよね、じゃあこの旅行好きって書いてるのってライブに行く遠征みたいなこと、実はそうなんですよ、結構全国追っかけでやってるんですよね、やっぱそうなんだ、自分の好きなことで突き動いてるって感じめちゃくちゃ素敵ですねってなると話がね圧倒的に盛り上がるんですよ。僕はこれを恋の成分表示
理論という風に名付けました。食品の成分表示と同じように多い順に並べてみてください。そして少ない順から重点的にトークをしていくとめちゃくちゃ弾んでいくんですよ。このテクニックのいいところって、もしなんか間違えてこの動画がね100万回再生とかされたとしても使っててバレないってことですね。単純に自分の深いポイントに気づいてくれたいい人だな、すごい話を盛り上げてくれる人だなっていう風に相手を感じるだけなんですよ。だから永遠に使い放題。いやー、また多くの人のモテ期を作ってしまったかな。ちょっとでもやってみようかなって思った方がいらっしゃったら、グッドボタンとコメントをぜひ残していってくださいね。これからもめちゃめちゃ使えるテクニックを配信していくんで、チャンネル登録をして見逃し厳禁ということで、また次回も会いましょう。アディダス。